うで、私おそらく来ますよ、もう。もう来ますよ、多分、ハルパパさん。このクラメンの攻めを見終わってから、おそらくもう攻めてくると思います。もう連打してます、私の村の下を。来た。私の村でございます。これはですね、編成ネクロ7。ネクロ7。ですね、これ私、わあ、ネクロ7か。片方シングルなんでね、おっと、ここで、バーバリアンで、バネトラップの確認ですね。これ下から、どういう面の取り方で来るんでしょうか。おっと。しっかりと穴を開けてきましたね。一応全体的に、おっと、ここで、うわうわ、穴開けがうまいぞ。穴開けがうまいですね。そしてさ、どこから来るのでしょうか。下は穴開けができていますが、最外装、あー、なるほど、ここでターゲットを取りつつ、下からゴーレム。なるほど、うまい。うまい。ハルパパさん、うまくないですか。大丈夫ですか、ちょっと。ここで、ウィザードを出してきました。これ、小出ししてますね。ここでネクロマンサー。これは、でも、インフェルノタワーが結構平行で攻めているので、割かし、大丈夫なのではないでしょうか。さあ、ここで、レイジー。ジャンプですね、今回は。アーチャークイーンが来ました。さあ、ここで巨爆は意味ない。ペッカ2体。ババキン。ジャンプが遅れてないですか?これは大丈夫ですか?これはそういうもんなんですかね?ジャンプを出しました。ここで、ユニットが中心部に向かうのか?いや、逸れてるな。アーチャークイーンに、おっと、ここでフリーズがうまい。ここでフリーズが残り一発か。これはやばいな、これアーチャークイーンに取られる可能性が高い。アーチャークイーン引き込め。おい、味方の35のアーチャークイーン引き込め。いや、いけますね。これで、あー無理だ。うわ、無理だ。うわー、ターンオール取られた。ターンオール取られましたね。さあ、ここで、残りバーバリアン1体で、ラバハウンドが、味方ラバハウンド1体残っております。さあ、これは防衛かな?まさか、ドヤ顔ポイズン来るパターンじゃないですか。ドヤ顔ポイズン。さあ、ここで見てます。これちょっと絶、ドヤ顔バーバリアンからの、いや、ドヤ顔じゃないな。あ、ドヤ顔ポイズ打たないということで、ハルパパさん、防衛ということで、私、よかった。よかった、防衛でき、おー、すごい。あーす。まあ、一応謝って、もうとりあえず謝っときます、もう。全部、グラミーに全員謝っときます。ということで、私の攻め、いきたいと思います。いや、本当に手が振れ幅が本当1センチ並みですよ、本当に。